インターフム、株式会社インター FM897、インター FM897 は、関東広域県内の外国語放送実施地域、東京特部、埼玉市、千葉市、横浜市、川崎市、成田国際空港を放送対象地域とする超短波放送、FM 放送の特定地上機関放送事業者である。外国語放送の全国ネットワークである。 メガロポリスレディオネットワーク、愛称、メグネット、メガネットのキー曲。旧称号は、FM インターウェーブ株式会社、フミンター、ウェーブインク。キャッチコピーは、ザリアルミュージックステーション。コールサインは、ジョデュ FM。本記事では、主に法人としての株式会社インター FM897、および、関東広域圏の放送局としての、インター FM897。 インター FM-897 について記述する。2014年、平成26年4月1日開局し、2016年、平成28年11月まで同社で運営していた中京広域圏の放送局としてのインターフム名古屋、ラジオネオについては当該記事を参照。百九十五年、平成七年、阪神・淡路大震災発生がきっかけで、 外国人に対する情報を提供するための外国語放送局の設立が課題となり、急遽大阪と東京に周波数が割り当てられた。大阪は折しも APEC 大阪会議が開催される時期であり、それに間に合わせるべく、その年の10月16日に関西インターメディア、FM 心現在は FM802 が運営が開局。東京は日本を中心に、 参加の英字新聞ジャパンタイムズを率いた連合とカシオ計算機等が中心となって結成された連合との競り願いで申請された。軍配が上がったのはすでにジャパンタイムズを持つニフコ川で FM インターウェーブが開局に向けて動き出した。局舎を港区芝浦のジャパンタイムズニフコビルに置き愛称はインターフムコンセプトを 東京 S ナンバー1ミュージックステーションと平常時は音楽中心の放送局と定めた。しかし、開局以降、首都圏での聴取率調査は万年再開と振るわない。さらに、バブル経済崩壊による長期不況の中での開局であったため、売り上げが思い通りに上げられなかった。関東では最後に開局したラジオ局であること、東京タワーの送信アンテナの位置が低いために、 広域放送でありながら他局に比べて受信範囲が狭いと不利な要素を持つ。開局から10年目に当たる2006年、平成18年あたりから機器の更新やスタジオ移転を行い、音質が改善されている。不況の影響が続き、経営が好転しない中、2006年、平成18年に、ニフコ並びにジャパンタイムズがテレビ東京の関連会社であるテレビ、 東京ブロードバンドに株式を売却、筆頭株主となり代わりに、ニフコジャパンタイムズは、経営から撤退する。2006年、平成18年から徐々に、ジャパンタイムズニフコビルからテレビ東京にほど近い、港区虎ノ門に機能を移転。2009年、平成21年2月には、テレビ、東京ブロードバンドがニフコから残る持ち株べてを、譲り受け、連結し会社化していたが、 同年3月には保有する全株式をテレビ東京二条とインターフムはテレビ東京の連結市会社となった。さらに同年6月にはテレビ東京が大和証券グループ本社 FM 東京など残りの株主からも保有する全株式を追加取得するとともにインターフムが行う第三者割当増進にも応じることを発表。同年7月にテレビ東京が 株式の追加取得と第三者割当て増資に成功し、テレビ東京の完全子会社になったことを発表。同年9月14日、テレビ東京天皇図スタジオ7階に本社機能を移転した。2012年平成24年6月20日に、当時の完全親会社であったテレビ東京が、テレビ放送事業への経営資源集中を目的に、 株式の90%を上渡し、インターフムは、木下公務店完全子会社の木下マネージントの子会社になった。後に2013年、平成25年10月25日の総務省の公表により、木下ホールディングスが全株式を追加取得し、完全子会社化していることが判明。インターフムに2013年11月1日をもって、 名古屋地区開局の予備免許を与えることとし、総務大臣から無選挙区予備免許通知書の交付を公表した。外国人向けの外国語放送局として開局した経緯からトークを含めて放送の大部分が英語で、日本語は CM 程度であった。当時はヨドバシカメラの英語 CM も放送されていた。外国語放送局の特徴として、PSA、 パブリックサービスアナウンスメント、地方自治体の広報などを放送し、朝鮮語、中国語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語系10カ国語に対応するほか、英語による港区広報、中国語を使った東京情報の放送、東京達人も行う。放送する音楽は原則として洋楽のみで構成していたが、2014年、 平成26年11月より、方角も放送されるようになった。1日全体の選曲を、サウンドディレクターが選んでその日に会うようにディクションする。夜間や週末には、ヒップホップやクラブミュージック、ハワイアン、ワールドミュージック、K-POP などに特化した番組がある。DJ は椅子に座らず曲のセットからミキシングまで一人で行う、ワンマン DJ スタイル等、日本では、 実例の少ない放送スタイルを導入した。2002年、平成14年の改編では海外を習って、平日日中の3番組は番組名を設けず、番組名イコール DJ を採用、海外では番組名を設けないことはよくある。深夜には中国語やタガロング語など非英語圏の言語の番組、日本人大学生による英語でのディベートなど、言語を活かした。 独特の番組が多かった。グラミー賞の生中継に加え、1998年、平成10年からは、フジロックフェスティバルなどの放送券を所有。毎年7月下旬にナイワスキー場にて行われる、フジロックフェスティバルのオフィシャルディアであり、毎年会場からライブ音源を生中継している。また、フジロックフェスティバル開催後も、頻繁に音源を放送。 生児に美容前から、ピピポーン。2013年、平成25年3月までのタイムシグナルは、音楽に乗せ、セブンティ、6.1JODW、トキオインターフム、アットザトインターフム、タイムイズオー、クロック、歌、東京、S ナンバー1ミュージックステーション、ナンバー1セブンティ、6.1インターフムという音声が流れ、時報が開ける。なお土曜日は別バージョンが流れた。 また、平日17時は、ブリジストンの時報 CM があり、平日7時と19時には、親会社であるテレビ東京の時報 CM が流れた。これらは、すべて通常のタイムシグナルではなく、オリジナルバージョン。ニュース、インターフムヘッドラインニュースは、主に時報明けに放送する。英語及び、日本語で行われる。現在のニュースは共同通信より配信されている。2013年、 平成25年4月、タイムシグナルのジングル、ニュースウェザートラフィックの BGM がすべて変更とな、インターフムザリアルミュージックステーションという音声が入るようになった。ニュースの BGM は、アイアムロボットプラウドのハーバージョン。2014年、平成26年10月以降、時報及び、時報明けのニュースはなくなった。また、交通情報のコーナーは、 在日外国人向けという特性もあり、従来から存在しない。2005年、平成17年頃から、それまでの編成、コンセプトに変化が生じ、番組が頻繁に入れ替わるようになった。ラジオでは4月と10月に大改編、1月と7月に、紹介編が多く行われるが、インターフムの場合は毎月が改編の対象となり、周知できないで唐突に、 今回が最終回ですと発表する場合もあれば、ラテラに新番組、最終回の表記がない場合もある。2006年、平成18年4月末に終了した、バラカンビートは、開局から続く長寿番組であったが、突然最終回を迎えた。その後、2012年に再開。また、英語ニュースを除いて日本語の番組が中心になり、J-POP の選曲も増えた。2004年、 平成16年から2007年、平成19年にかけては、タイム広告が減少し、タイアップによる一社提供番組が増え、同時に番組の共同制作や委託を始めるなど、試行錯誤が始まる。ブルームバーグ、日刊工業新聞、吉本工業、エモジースなど、その業種は様々で、音楽雑誌やレコード会社とのタイアップ、ミニ番組の制作などを手掛ける。 実績としては1年以上の継続は難しい。2008年、平成20年度は、TBS グループのクラシック専門インターネットラジオ、おターバの録音放送、いわゆる、オクレネットも実施。アーティスト DJ 番組も増加。それまでとは違って、海外の音楽や文化への造形の有無を問わなくなり、結果として、邦楽の選曲が増えることになった。2007年、 平成19年10月には、平日夜間の大規模改編があり、フリーマガジン、ミュージックアップエスト、タイアップ、アップフロントワークステレビ、東京アナウンサー SO プロモーション所の DJ が出演する番組がそれぞれスタート。地上デジタルラジオの実用化試験放送には参加しなかったが、参入への意欲はあった。海外ラジオ番組の放送にも取り組み、2005年、 平成17年、1995年、平成7年に亡くなった伝説の名 DJ、ウルフマン、ジャックの番組を再編集して復活。2006年、平成18年3月。第2期が2009年、平成21年10月より放送中させる。2008年、平成20年から1年3ヶ月間、アメリカのアメリカントップ40を放送開始する。2009年、 平成21年4月、配給会社ウエストウッドワンから、海外のラジオ番組を購入して4番組を開始したが、アウトオブオーダーと、アブソリュードライブが終了して10月は、土曜昼の TV トルヤーズのみとなる。2009年、平成21年には、堀内久子とピーターバラカンが復帰し、ガイペリマンは再び日中番組を担当。当時のテレビ東京、 インターフムの双方の親子関係を示すように、テレビ東京でインターフムのつぼねの CM、インターフムでテレビ東京の番組の CM、日経スペシャルが流れるようになった。さらに、テレビ、東京以外の一部の全国ネットの番組でも、提供クレジットを出さない PT で流されることもあった。2012年、平成24年9月、看板 DJ のピーターバラカンが、 執行役員に選任され、2014年、平成26年6月まで在任した。2015年、平成27年6月30日、周波数を開局当初から使用していた 76.1MHz から 89.7MHz に変更。10月31日までは 76.1MHz との並列放送を実施し11月1日より、 正式に 89.7MHz に一本化した。これは、ビルマンションの高層化や家電製品の影響による都市型難聴取対策と2011年、平成23年のアナログテレビ放送終了により、これまでアナログテレビ VHF1CH3CH CH の影響により、電波干渉、渾身の観点から、 ガードバンドとされた 86.0MHz、90.0MHz の領域の使用解禁が認められたことを受けて従来より送信等の位置を高くし、かつ周波数を変更して受信改善に努めることを目的としている。旧周波数 76.1MHz は北関東地域の検疫局やコミュニティ FM 局の渾身問題が起きていた。また、 日本と外国では FM の周波数割り当てが異なり持ち込まれたラジオ受信機では受信できないという問題もあった。そこで国は一連の周波数再編過程でインターフムに技術試験を行わせた上で2015年平成27年1月22日に期間放送用周波数使用計画を見直す案を発表意見を募った。 寄せられた意見などを踏まえた結果、周波数の変更は許可され、同年6月26日より、新しい周波数、89.7MHz の運用を開始、6月30日18時より本放送を開始した。2012年、平成24年10月30日、名古屋エリアに2014年、平成26年春にメグネットの新曲を立ち上げる。 放送を発表した。メグネット、外国語放送局の全国ネットの活性化を狙うとしている。2013年、平成25年8月6日に、総務省は、インターフムが免許を申請したことを公表、10月25日には11月1日付で、予備免許を与える予定であることを発表した。呼び出し名称は、FM インターウェーブ名古屋、ステーション名は、 インターフム名古屋、コールサインは女子 WFM で、周波数は 79.5MHz、出力は 5kW、ERP18kW で、周波数はすでに閉局した同一目的の放送局ラジオアイ、愛知国際放送と同じである。送信書は名古屋市昭枠、区。また演奏書は同じ市内の水北に設置された同社の名古屋支社に置かれる。放送区域は 愛知県名古屋市、瀬戸市、常鍋市、豊田市、岡崎市、豊橋市を含む中京圏地域となっており、ラジオアイでは放送区域であった浜松市は含まれていない。放送形態は東京本局との同時放送と名古屋市局独自放送の混成を予定している。試験放送は3月3日より電波発射を開始され、3月20日に総務省から名古屋地区における 外国語超短波放送の免許が付与されたことに、伴いサービス放送を翌3月21日7時に開始。4月1日7時に開局。なお、現時点で、東三河地区、豊橋などの送信書設置については発表されていないが、radiko.jp への対応については、2015年7月30日から、愛知県、岐阜県、三重県を、 配信増地域として開始するとともに、radiko.jp プレミアムエリアフリー聴取で日本全国に有料配信されている。かつて名古屋周辺のメグネット加盟局としては、ラジオアイ、愛知国際放送2000年、平成12年4月1日開局、2010年、平成22年9月30日放送終了があり、 外国語放送局としては4年ぶりの復活となる。民放 FM ラジオ局では、今回のように1事業者による1局2派体制は FM802、FM802、FM 心以来2例目となる。ただし、1例目が同一エリアで、既存免許の承継によるものに対し、今回のように異なるエリアにおいて新規で、放送免許を申請しての事例は初である。その後、 インターフム名古屋は2015年10月1日、地域に根付いた放送局として生まれ変わるための改編に合わせ、ステーション名をラジオネオに変更。さらに2016年12月1日には、特定地上機関放送局の免許人の地位が、株式会社インターフムから、木下グループの株式会社ラジオネオに承継された。企業、団体は、当時の名称、出店、 2018年7月現在。2018年6月現在。1、ホース、回プレゼンツ、アースラジオ、伊勢谷友介。2、セカンドレディオでチャカチー離れ組、サードホースサードストーンフロムザ3、ラブサイケデリコ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。